ほら、これ、これ中国のさ、アリエキスプレスで見とったら、ほら、これネオジオミニやんな、これ。ネオジオミニやで、これ。ネオジオミニ、これ、ほら。送料無料で、これ8430円やって、これ。ネオジオミニ。なあ、これ。ほら、ネオジオミニやろ、これ。え、こんな画面やった？ネオジオミニ。なんか横長になってるやん。これ、なんか違う、あれ？ほら、なんかコントローラーもこれちゃうやん。なあ、ネオジオ CD みたいなやつちゃうかった？これ。違うやん、これ。USB なってるしさ。なんか変やんね、これ。え？何これ？ネオジオミニじゃないの？これ。ネオジオミニ、ちょっと待って。ネオジオミニどんなんやった？これ。ネオジオミニどれ？これネオジオミニや。これ右側ネオジオミニな、これ。なんかちょっとちゃうよね。え、これ何これ？中国専用モデルなの？これ。いや、でもさ、ほら、なんかボタンの数が違うやん。ほら、これ見たら、ほら。これネオジオミニボタン A、B、C、D、4つやろ？これほら、中国のやつこれ、見てみ、これ。6個あるわ。スタートセレクトとスティックは一緒やけど。え、なんか、おかしくね、これ。違うよね。ほら、画面もなんか、ちょっとこれ、中国のやつ横長なってんちゃう？これ。剣書いてあるけど。なんか、おかしいよね。ほら。本体もこれ、ちょっと透明だしさ。これ、何これ？え、何これ？よく分かれへんわ。8430円って、これ、ほら、書いてあんね。これ、ネイジュミンじゃないの？これ。4.3 インチ。え、ね、3000ビデオゲームって何？ネオジオミニ40じゃないの？これ。40周年やから40やろ？今度3000周年って、お前、地球なくなっとるわ。神の国滅亡してるわ、それ。なあ。これ何これ？ちょっと見ていこうか。モデルナンバー RS07 って、何これ？半透明。え？何これ？分かれへん。ほら、やっぱボタンの数、え、これ何これ？ほら、レトロアーケードって、これ偽物じゃないの？これ。これ偽物やん、これ。パチやん、これ。おじちゃん騙されかけた、これ。安いって、これ。なんなん、これ偽やん、これ。レトロアーケード、ネオジュって書いてないもん。これ40とか書いてない、これ。何これ？プロダクトディテールドパラメーターズ。ほら。ブラック、透明、半透明や。これやな。ほら、下、これスピーカー見えてるやん、これ。で、ホワイトウィズレッドって書いてあるやん。これ、ちょっと待って、2色あったんじゃない？これ。これと、もう1個あるわ。ほら、これ！これ完全にこれネオジオミニパクってるやん。これ見て、これほら。色一緒やん、これ。わかる？これ土台赤やろ？に上白でさ。ま、画面ちょっとこれ青と黒あるけど。ほら、青もこれ使ってるし。これパクリ、偽やん、これ。あかんで、これこんな偽は、これ。なあ。これ何これ？これ色がだからこれ黒半透明と白と赤やろ？ 2 色や。4.3 インチ HD カラーで解像度 480×272 や。これやっぱ横長じゃないの？これ。なあ、480×272 ってそうやろ？これ。CPU じゃないから。これ、
カップだから、カップ、カップデュアルコア 528MHz やわ。カップな。CPU ちゃうで、これ。騙されたらあかんで、これ。ダブルに仕掛けてくるから。パチモンかつカップだからな。ここがお前、これ品物だから。な。ラム、DDR128MB かな。結構これ、スペック的にいいんじゃないこれ。ここやねん、これ。見て、ビルトイン内蔵ゲーム3000って何これ？ 3000 も入ってんの？お得やんこれ。お得やんこれ。ネオジオミニよりお得やん？あかんで、これパチモンやからこれ。16GB メモリー。エクステンディッド拡張。ほら、サポート TF カード。32GB まで。何これ？SD カードのことだよね、これ。させんのこれ。ゲーム増やせんじゃん、これ。お得やんこれ。ネオジオミニよりお得やん。あかんで、それ。何度も言うけど、パチモンやから。ほら、ゲームサポート。何これ ?CP1、CP2、ネオジオ、ゲームボーイアドバンスか？スーファミ、メガドライブ、ファミコン、ゲームボーイカラー。ゲームボーイ&アザーゲームズウィズビルトイン3000ゲームズ。え？サポートダウンロードアザーゲームズインザコレスポンディングフォーマットやって。なんか知らんけど。めっちゃあるで、これ。ネオジオだけちゃうわ。ほら、スーファミメガドラファミコン。ほら、これ。3000ゲームだよ。3000ゲーム入ってんじゃない？これ何？ 8500円ぐらいじゃない。8500円ぐらいで、3000ゲーム、一ついくら？え、2.8 ぐらい、3円、お得やん、これ。これ、ここに入れる？これ、カート追加する？これ、今す、こっちは、押せえへんちゅうね。振ってくるな、お前ら、これ、買えとか、レビューするとか、な、レビューすれとか、これ。パチモンだろこれ。すぐ壊れるだろこれ。3円やで。これ3円でも9000円や、これ。2点いくらや。ちょ、なんぼなの分かれへんよ。2.8 ぐらいやと思う。多分。俺の頭の電卓やったらな。ラングレッジ、言語。サポート26言語や。英語、中国語、スペイン。いや、日本語ないんか、これ。点々点の中に入ってんのかな。分かれへん、これ。まあ、ネオジオミニもあれ中国語みたいなもんやからね。フォントおかしいし。ミュージック。え、ミュージックって何これ。サポートハイクオリティミュージック AP MP3。え、Windows メディアオーディオ。じゃないのこれ。え、なんで Windows メディアオーディオが2つあるのか。これ品物だからな。And other format of audio。え、これ、音楽再生、お得やんこれ。多機能やんこれ。これ、ああ、購入、これ今すぐ、ああ、押さえへんちゅう。振ってくるな、お前ら。なあ、買えとか、そんなん、もう振るな、それ。買うてしまうやろ、それ。なあ。テトリスの、お前、ケース、iPhone ケースと一緒に、お前、セットで購入してしまうやろ、それ。あかんで、これ。で、アザーファンクションズ。サポート TV ディスプレイやて。外部出力のことかこれ。サポート 3.5mm ステレオヘッドホンやて。で、エナジーセービングセッティングズや。省電力設定や。これ遊ばへんかったら勝手に切れんかな。にヘッドホン端子、テレビや。に、画面の明るさ、インターフェース、バックグラウンド。and other functional properties display and settings や。なんか設定があるんやて。これ写真あるわ、ほら。ハイクオリティミュージック。音楽聴けるよ、これ。こんなお前、ネオジオミニ聴けるかこれ。なあ、プレステミニ聴けるかこれ。聞かれへんやろこれ。なあ、見て、これ、この高機能。これボタン、これ、さあ、ほら。6つあるから、格闘ゲームもいけるよ、これ。ほら、これ大画面や、これ。これコントローラー何？ 2 個ついてんのこれ。知らんけど。
コントローラー、外部、ほら、外部コントローラー、これ、ほら、ネオジオミニのあの、ゴミみたいに比べたらマシやん、これ。十字キーでボタンな。ちょっと、ボタンの配置が、配置とちょっと色がこれ、色紛らわしいよ。お前なんで赤、青、黄色とかせんの？お前なんで体格とかこんな、なんだ？わけわかんだろ、これ。ここの色もおかしいわ、これ。プレスザセレクトスタート、セレクトスタート同時に押すと、ほら、あ、クイッとゲーム止まってアーカイブザゲームやから、ネオジオミニと一緒じゃん、これ。ホーム画面に行くだろ、これ。これ、ほら、画面。セレクトスタートだな、これ。セレクトスタート。セレクトスタートの、これ、配置が逆かどうか知らんけど、ジョイスティック、これ。ゲームキーズ、これ6個あるじゃん、これ。なに ?A、B、Y、X、Y、多分 L だろうね。に、A、B、R だろう。なあ、これ、サタン系かこれ。で、ボリューム、ここにあるよね。プラスマイナス、これ。これ、ほれ。後ろ、これ。USB ポート2個あるじゃん。これ、USB ポート2個ってあれだろ。コントローラーだろ。ほら、さっきのコントローラー、これ、A あっただろ。これ、ここ。コントローラー、これ USB だから。これ刺すんだろうな、後ろに。ネオジオミニは横だけど、これ後ろじゃん、これ。なあ。しかもこれ USB だから何？市販のコントローラーで刺していけるの？これ。格闘スティックとか、あんなネオジオミニみたいに、お前純正しか使わせへんみたいな、チャチな仕様じゃなくて、これ。なあ。後ろコントローラーだろ？これ、ここ USB ポート。これ2つ分だもんね。で、イヤフォンアウトプット。イヤフォン兼 AV だわ。一本でやるから、これな、アナログ出力なの？これなんかようわからん。HDMI じゃなさそうだね、これ。HDMI 端子ないから。これなんだろう？ AV アウトプットって。あれ、昔の、スーファミとかのやつ？黄色いコンポジットじゃないかな。でも今コンポジット入力の、まあ、テレビはわからんけど、パソコンモニターとかないよね。これ映せんのかこれ。TF カードだよ。ここで拡張すんじゃねゲームを。TF カードって中国ではよく言うけど、まあ、日本だとマイクロ SD だわ。隣、これほら DC 入力だよ。5V 1A だわ。これ端子見たらこれあれだ。USB ミニだわ。ミニ USB だ。マイクロでもタイプ C でもない古いやつな。これすぐスポッて抜けるやつだわ、これ。中国未だにこれがメジャーなのか。に電源これだよね。これネオジオミニみたいにここカチッと押すんじゃない？ほら。これ。半透明だよね。これほら、ディスプレイに行ってるさ、ほら、このフラットケーブル見えてんじゃん。で、ここ、さっきスピーカーが埋め込まれてたでしょ？これこれ、ほら、底面。これ下、まあ、あれか、ゴム足がついてるからちょっと隙間があるんだろうけど、だから下から音が出てくるんだろうね、これ。ゴム足なかったらこれ、なあ、音これ内部でこもるじゃない。ほら、コントローラーこれ。ボタンの色がめちゃくちゃだけど、配置もちょっとおかしいわな。でもコントローラーあるんじゃない？これ。これ販売会社は。これよくね？これ。いや、これ赤、偽物やで、これ。ほら。っていうか、何のゲーム入ってるか全然書いてないんやけど。これ3000ゲームって、書いてないよね、これ。ここはゲーム書いてないわな。言語、他国語、中国、あ、日本語あるわ。ジャップ、これジャップあるこれ。ジャップある、コーリア、スパニッシュあるこれ。ポルトギーズこれ。ロス系、イタリア、フランスこれ、ドイツこれ。26言語であるこれ。ソマリアとかあんのかな？これ知らんけど、これ。ソマリア語わからんわ、これ。写真見れるんじゃん、これ。JPEG。いや、これ一緒じゃないのこれ。拡張子の問題か。ビットマップ、ジフ、ティフ、ピン。ほら。バッテリー。これ何？外部バッテリーってどういうこと？
バッテリー内蔵してんのこれ。いやでも内部じゃないの、外部バッテリーなの、意味わからんわこれ。いやだってバッテリー内蔵とか書いてないよこれ、意味わからへん。これなんちょっと怪しいな。いや、もともと怪しいから、わか、お前分かった上でお前言ってんだろ、それ。18650、バッテリー。あ、18650ってあれじゃん。ちょっとぶっとい電池だろ、それ。なんか俺、それ18650のバッテリー持ってるけど、それバッテリーでいけるんだ、これ。だ別売ってことだね。だ多分本体のどっかに、あ、これ。待って、ここやわ。これやわ。ほら、見て、ここ。緑色のこれ、わかるかな？これこれ。ボタンの液晶の間、ここ。電池入るんだ、これ。すごいやん。ネオジオミニ電池内蔵できないよ。ここほら、薄く映ってるだろう、これ。ここ、ここ。これ、そうだわ。18650だわ。炭酸電池じゃないよ。もっと太いやつがあんね。充電式の。こっちは映ってないけど。なんや、電池も入るんだ。じゃあ、裏からの写真とか載せたらいいのに、なんかようわからんな、これ、売り方が。本体の裏に電池ケースとか映したらいいやん、これ。うわ、バッテリーも入る。だ、外部っていうか、別売だろうな。だ自分で買うてきて入れろっていうことだろう、これ。テレビ出力がようわからんわ、これ。HDMI じゃないだろうね、これ。あ、ちょっと待って、電池ついてる、ごめん。パッキングリスト、電池ついてるわ。ほら、リチウム電池って書いてるよ。電池付きこれ。いや、お得やん、これ。お得やん、これ。ちょ、もう、こう、今すぐ、こう、買わへんで、もう。ま、これ何回目やねん、もう、こんな。パッキングリスト。ハンド、まあ、ゲームプレイヤーやな、本体ってことやろ。ハンドルって、これ。多分ハンドルってコントローラーのことやけど。コントローラー2個ついてんのこれ。これ。コントローラー2個ついて8400円。これ今すぐお申し込みよこれ。奥さん、これ今すぐお申し込みよこれ。奥さん違うわ。俺奥さん違うから。騙されへんで、それ。俺奥さん違うって、それ。そんな。充電ライン。これケーブルやろ、多分。本体、コントローラー2個？そして、充電ケーブル、ミニ USB だね。この AV ラインっていうのが、多分、外部出力ケーブルなんだけど、それがちょっと、どういう、テレビアウトプットなんで出すのかわからん、これ。HDMI じゃないだろう。映せんのか、これ。ちょっと映せない可能性の方が高す、そうじゃない？に、ほれ、電池や。ユーザーマニュアルや。こんだけお前セットでこれ。しかもこれ3000ゲーム。拡張可能や。ネオジオ以外もできるって。これ音楽。ね。写真。いや、お得やん、これ。ちょっと。これフィードバックゼロだから誰も買うてないけど。いや、ほでさ、これ、8430円以外もこれあんねん。これ見たけど、ほら、9745円。まあ、アリエキスプレスってさ、何？アマゾンっていうかな、楽天じゃない、転楽やな。転楽とか、みたいなとこやから、この、販売会社がいっぱいあんのよ。ここさ、ちょっともう使いにくい。ユーロなんとか、サプライヤーとかさ、ゲームワールド2ストアとかさ、他にもあんねん、これ。これ1万超えてるけど。これなんか、セットなってんの、これ。プジートレーディング新鮮ストアとかさ。なんかいろいろあるんだけど、いや、販売会社がいろいろあるから値段が違うのよ。だ、同じものをいろんな店が売ってるみたいなさ。これゲーム、ここゲーム書いてそうだね。これ何セット？あー、これ。見て、これ、ほら。AV Changed to HDMI だから。わかった。謎が解けたわ。多分、この外部出力はあれだわ。これ、コンポジットだわ。
ビデオのあるじゃん。黄色い線だよ、黄色い線。あの絵の汚いやつ。それだわ。だからこれついてんだよ。AV Changed to HDMI。要はこれこれ。ほら、この音。音の白赤に映像の黄色 HDMI だろ、これ。AV to HDMI だから。な、これだわ。な、さっきの出力ってこのコンポジットだわ。黄色だわ。だ、それをこれ HDMI にするやつセットも売ってる。だ、こういうやつを持ってるか、もしくは、その、黄色を直接入力できるやつじゃないと出力できないみたい。だ、HDMI で直接出るんじゃないわ、これ。だ、ここ注意だね、これ。で、ちょっとゲーム書いたの、結局。これ一緒やん。さっきと一緒やん。あかんな、これゲームどれ？ゲームとか書いてるとこないの？これは？ここは？あ、これなんか書いてあるね。ビルトイン3000円。これ下にあんの？あ、こう書いてあるわ。でも3000もこれないよね。まあ一部か、これ。これ何これ？なんとか罰物。これ何？恐竜階段。これドラゴンってことだろ？名称。いや、わからんわ。全然わからんわ。もうこれ全然わからん、これ。三国志。いや、これは三国志なの。三国志は三国志なんや、それ。中国でも。いや、そりゃそうだろ、お前。向こうのやつだろ、これ。合金弾なんとか。これあれじゃない？メタルスラッグだろ。なあ、これ俺知らんけど。合金がメタルなんかな。スラッグって何？弾とかそういうこと？銃弾とかそういうことなの？これ。で、これは？ガイハ2。何これ？ガイハ。え、これストリートファイターじゃないの？これ。あ、そういうこと？ストリートが街だから。ファイターが何これ？なんか、ハーかなんか知らん。ガイハ2。え、ストリートファイター、02か。02ってことか、これ。そういうこと？これ画面02だよね、これ。で、隣何これ？なんかわからん。江川すぐるかな？江川すぐるの騎士。これね、知らんけど。これな、竜の戦士？これ知ってる？これ何これ？なんか知らんわ。変な格闘ゲームじゃないこれ。これは、階田旋風。え、これファイナルファイトだよね、これ。なんか、ハゲのデブおっちゃんみたいなの出てくんのこれ。これ、ファイナルファイトやん。ファイナルファイト、階段旋風なのこれ。絵がないと絶対わからん、これ。隣、何これ三、桂三氏かな。まあ、いいやん、これ。これ、こうか。口袋妖怪、怖っ！口袋妖怪って、それ。ラバウルに出てきそうだな、これ。口袋妖怪って。え、ほら、こう上にも口袋、え、ポケモンって口袋妖怪なの？怖っ！口袋妖怪って、俺ポケモンよう知らんけど、え、食べるの？口袋で食べんの？これポケモンってこれ。怖っ！口袋妖怪ってガチだわ。に、これ、え、なに？牧場物語。牧場、いや、これはそのままか。知らん、これ。隣何これ。なんかドラゴン、悟空じゃないのこれ、悟空なの？七竜玉。ああ、これ、玉は玉じゃない。ドラゴンボールで7個集めたらってやつか。七竜玉やん。これ、悟空だろ、これ。わかれへん。悟空かもしらんけど。悪魔城ドラキュラ。悪魔城、いや、そのままや。これ何？海賊王やて。まあ、俺、ワンピースとか知らんから。いや、3000と、もうこれいくつだ？ 1,2,3,4,5 やろ。いや、15個しか。お前、残りお前、これ2000いくらかけよ、これ。わからんや。俺、この中でやりたいの、ファイナルファイトと、02だけだわ。口袋妖怪はいりません。これいりません、これ。他一緒かこれ。これなんか全部英語で書いてるけど。
これなんか売ってるとこいろいろあるんだけどね。8400円、一番安いの8400円か。だからあれだわ、出力、外部出力するんならさっきのコンバーターみたいなやつを、まあ別にセットじゃなくてもいいから、どっかほっかで買えっちゅうことやろな。これ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 だわ。ちょ、こっちも見とくか。この話なんです。上これ使い回しだろ。でこれこれこれだわ、ほらこっち。だから画面のこの左から右へやるんだよ。これこれいるから 1080p にアップスケールするんだろうな。でもこれ元々が、元々がさ、このコンポジットだから、それを HDMI の 1080p にしたところで画質は多分汚いと思うね、それ。まあ、ネオジオミニもね、あれも HDMI の癖して絵がめちゃくちゃ汚いから。これ。これ作ってる工場なの、これ。これ、そういうこと？いや、ようわからんけど、これ、多分違う工場じゃないか、これ。あ、買ってる人いるわ、ほら。ワンピースとか、セプテンバー、2018セプテンバーで5月だよね。これめっちゃ売れてるやん。じゃ、はよ、はよ買うな、これ。あかんあかんあかん、これ。あ、今すぐ、これ、奥さん、もういいって、もういいわ。その笑いいいわ、もう、これ。他何セットあんの？あ、これ、だからこれ、これ白のモデルクリックできないから、売れたんだよ、これ。だ、黒の単体か、このセットか。え、セットでも値段変わんないんだけどね。で、これ何？それか、このマイクロ SD か、これは？あ、全セットか。いや、値段全部一緒なんだけど、これ。いや、な、全セット、これ、カート追加？これ、全セット、これ。これちょっと、いかがわしいよね。これちょっともう完全にお前、これネオジオミニパクってね、これ。これ右ネオジオミニだから。なあ。でも一見、まあ見た目は、な、あれだけど、ほら、このコントローラー2個で、これもコントローラーついてんの？この店も。コントローラー2個と、本体だろ。ほら、コントローラー、ここついてるよ。充電ライン、ケーブル、リチウム電池付きやん。ギフトボックスってなんかわからんけど、説明書もあるしさ。いや、パチモンやで、これ。だパチモンやからあかんけど、これ、ちょっと、スペック的にこれ、スペックとかあと内蔵的にこれ、お得やん、これ。なあ。これなんか動画みたいなのあるんだけど、これなんだろう。ちょ、音消して。これなんかかかんのか。クールベイビーやて。あ、これ動画出てるわ。箱、ほら。中身これ。やっぱ横長だよね。横長だわ、これ。横長。ほら、なんかいっぱい機能あるっぽいよ、これ。なんか早送りしてるね、これ。なんか手の動きが早いよ。これなんかファイナルファイトっぽいやつじゃない？さっきの。ほら、コントローラー2個、これ。やっぱ本体の後ろだわ。横に刺さってないよ、これ。あ、これ出力してるね。だコンポジットだろうな、これ。ちっちゃいモニターに映る。まあ今、コンポジットを受け付けるモニターないから。リスントゥーミュージック。音楽聴けるよ、これ。まあ本体の下のスピーカーだから多分これ。何？モノラルだろうけど。いや、これだけかい。ほら。これはお前いかがわしすぎるだろう。誰かこういうやついんのかな、これ。なあ。こういう、こんなネオジオミニ今年だろ。こういうのもう、
すぐこうパッとやってくるね、このね、品物のこのね、スピードの速さ、これねえ、一番安いのこれ8430円だって。これこっちはあれだわ、この黒、半透明黒もこの白もあるみたい。うーわ、これめちゃくちゃこれ怪しいよね、これ怪しすぎるわ。